おはようございます。今日は日本縦断車中泊旅3日目かな、3日目の朝でございます。今3時ですね。いやー、ゆっくり寝られましたが、今日道の駅ということもあってやっぱり車の出入りとかがあるので、夜中はちょいちょい音で目が覚めましたね。それでは片付けて出発の準備いたしましょうか。昨日は眠くて着いたらすぐ寝たので、今日はもうちょっと余裕を持って移動したいですね。それでは準備いたしましょう。昨日ユニバースでしたっけっていうスーパーで買ったパンがあるので、今日はちょっとこれを食べて出発したいと思います。まず最初の目的地は北山崎かな、岩手県にある北山崎というところに行きたいなと思います。リアス式海岸をこう高いところから見ることができるみたいなんですよね。夜は一般道、危ないので高速乗っていきましょうか。ここ無料の高速、三陸道っていうのかな、無料の高速みたいなので活用していこうと思います。5キロ以上道なりです。お、今走ってるここは海岸線沿いだね。三陸の海岸沿いを走っております。まだ日は昇っていないので、太陽が出てくると綺麗な景色見えそうですね。ナビによるとこの辺りを左、あそこだね、ここかな、北山崎、次の信号は左方向です。ん？あ、1キロ先だ。ここに車を止めて歩いて見に行くんでしょうかね。よし、それじゃあ行ってこようと思います。結構自然豊かな場所ですが、クマの心配はしなくてもいいのかな。東の空はなんか真っ赤になってるんじゃないでしょうか。案内図があるけど暗くて見えませんね。多分こっちに歩いていくといいんじゃないかな。あ、この先だね。この先まっすぐ行くと第一展望台があるね。では行きましょうか。多分ここが北山崎第一展望台じゃないでしょうかね。おお、すごい綺麗だね。太陽が昇るまでまだ少し時間はありますが、東の空が真っ赤に染まっております。ちょっとまだ暗くて見えませんが、この辺に見えているのがリアス式海岸なんでしょうね。それでは太陽が出るまで少しここで待ちたいと思います。日の出まであと10分ぐらいなんですが、綺麗だね。雲が赤く染まっていて、晴天の日では見られない景色を
見ることができています。朝日が出てきましたね。いやー気持ちいいね。岩手県でこんなに綺麗な朝日を見ることができるとは思いませんでした。本日も天候は良好ですね。ここから見えているのがリアス式海岸ですよね。小学校か中学校のテストの問題で出たんですよね、リアス式海岸って。でその時からずっと行ってみたかった場所の一つで、30年ぐらいかかりましたがようやく来ることができました。なかなかこの三陸あたりは来る機会がなく、感動ですね。朝日も綺麗だし、文句なしの朝となりました。出発前の天気予報だと今日はあんまり天気が良くない予報だったと思うんですが、天気予報いい方に外れてくれました。北山崎本当綺麗ですね。それでは太陽もバッチリ出てきたので行きましょうか。気持ちのいい日の出でございました。さっき真っ暗で分かりませんでしたが、こっちに階段があるんだね。第二展望台、あ、もう一個展望台が下にもあるんですね。で、あとは解説が書かれている看板がたくさんありますね。ここ北山崎にアイヌ伝説が伝わっているんですね。昔大変美しいアイヌの娘がいました。で、二人の若者がその娘に恋をして、矢比べかなをさせて、勝った若者と結婚することにしたみたいです。一人の若者の矢はすぐ海に沈み、もう一人の若者の矢は岬を越え松島まで飛んでいったということです。そんなに飛ばないよねあれが矢越崎かな。あそこを越えて松島まで矢が飛んでいったらしいです。いやー、しかしここからの景色本当に綺麗ですね。もったいない気もしますが行きましょうか。今この北山滝で、次行くのがこの浄土ヶ浜ですね。宮古市にある浄土ヶ浜に行ってみたいなと思います。おお、海沿いの道を走るのは気持ちいいですね。過去の津波浸水区が、多分東日本大震災だと思いますが、ここも全部浸水したんですね。あ、ここに震災の遺構があるのかな。ちょっとここだけ寄っていきましょうか。せっかくこの辺に来たら立ち寄りたいですよね。多分ここがそうだね。三陸ジオパーク、自然災害津波の脅威、震災遺構、明けと海岸防潮堤。わ、すごいね。
被災前はここにキャンプ場とか鮭の孵化場なんかもあったんですね。それが震災直後全部浸水してしまったと。繰り返し押し寄せた津波に防潮堤は決壊し、民家や各施設も流されてしまったということのようですね。で、震災から6年後新たな防潮堤が完成したみたいです。それがここですよね。とても景色のいいところですが、津波が来ると流されちゃうんだね。あそこだけ当時のままになってるんでしょうかね。明戸海岸に向かいうねりを上げ進む津波。あ、ここにあった防潮堤が壊されたんですね。で、この後ろに新しい防潮堤が完成したと。あれが新しい防潮堤だと思います。で、壊されたものがここにあるんですね。すごいね、これだけ分厚いコンクリートをぐにゃぐにゃにしてしまうんですね。津波のパワーは恐ろしいですよね。今は本当に綺麗で美しい海ですけどね。こういうところに来ると改めて津波の恐ろしさを感じるなという気がいたします。それでは海岸線沿いを走りながら宮古市を目指したいと思います。ここから三陸道を乗っていきましょうか。お、岩泉龍泉洞、懐かしいですね。もうすぐ浄土ヶ浜に到着いたします。浄土ヶ浜第三駐車場、多分第一駐車場もあるのかな。それではここに車を止めて歩いて行ってみましょう。おお、すごい、海が綺麗に見えますよ。気持ちいいですね。下に降りれるみたいなので行ってみましょうか。三陸復興国立公園を代表する景勝地である浄土ヶ浜は、約300年前にさながら極楽浄土の如しと感嘆したことから名付けられたということで、行ってみましょう。ここですね、階段を降りて徒歩15分、結構歩きますね。遊歩道がきれいに整備されているので歩きやすいと思います。遊覧船もあるのかな。お、すごい、海きれいですね。では行きましょうか。お、この辺りからすごいね、岩肌が白いです。で、こっからさらに奥に行くのかな。
あのトンネルを抜けて行くんですね。おお、すごい。確かにここだけ景色が違いますね。到着いたしました。ここが浄土ヶ浜ですね。確かにここは本当他の場所と少し違う雰囲気で、極楽浄土のごとしというのもわかるなという気がします。まあ、ここにたくさん落ちてる石も白いですし、ボコボコ生えてる岩の肌も白っぽいんですよね。気持ちいいね。海も綺麗ですね。透き通って下が見えます。では極楽浄土を楽しんだところで、このまま三陸海岸を南下していきましょうか。このまま南下していくと次は宮城県かな、ですよね。じゃあ行きましょう。ここの海ほんと綺麗ですね。ウニとかがいたら一発で分かりますよね。それでは次は一気に宮城県石巻市まで行きましょうか。石巻市の道の駅と、あとはこの押鹿五番所公園かな、というところに行ってみたいと思います。なんとかお昼ぐらいには宮城県に入りたいですね。では行きましょうか。それでは出発いたしましょう。この東北の三陸海岸沿いのルートは見どころがたくさんありますよね。気仙沼とか松島とかもあると思うんですが、松島は前回3年前行ってるので、今回はとりあえず立ち寄らずに行こうかなと思っています。本当全部の景勝地立ち寄れないのが残念ですね。全部立ち寄ると鹿児島まで多分たどり着けないので、今日は一気に仙台を越えて少し進みたいなと思っております。で、明日岡間の予定ですね。左方向です。すごいね、この辺津波対策でしょうね。防潮堤がずっと海岸線沿いにあります。この石巻の道の駅常盆の里はじゃらんの道の駅満足度ランキング、北海道と沖縄を除いた満足度ランキングの2位なんですよね。なので一回行ってみたかったんですよ。本州、四国、九州で2番目に満足度が高い道の駅でございます。道の駅常盆の里到着でございます。あ、駐車場がすごく広いんだね。お腹も空いたのでここで何か食べましょうか。目的地、なんかあれだね、宮城まで来ると空気が変わったね。あの東京っぽい湿度が高い感じになりました。
これはちょっと寝苦しいかもしれないな。日が差してなくてもちょっとむわっとしてますね。お、フードコートがありますよ。サバの漬け丼とか美味しそうだね。食べたことないと思ったらまさかの休業でした。残念。昨日から何か食べたいなと思ったらお店大体休みなんですよね。なんかついてないね。しじみラーメンでも食べようかな。売り切れです。いやー、びっくりするぐらい食べたいものが全滅でしたね。ちょっとここでご飯食べるのはやめようかな。昨日からずっと食べたいものが食べられない、まあ、そんな状態が続いておりますが、でこの後なんですけど、最初の予定では女川行ってこの先っちょに行こうと思ったんですよね。ただここ行くと多分また時間カツカツになると思います。仙台の方向かおうかな。松島通って仙台方面に向かいましょうか。で今日車中泊するのはこの蔵王の周辺になる予定です。なので余裕を持って今日はもう仙台方面に行きましょう。ちょっと仙台でなんとか牛タンぐらいは食べたいですよね。それでは行きましょうか。さあ松島に行きました。ちょっと高台に登って全景を眺めてで仙台行きましょうか。中を歩くとまた時間がすごくかかるのでちょっと高いところから全体を見たいなと思います。周辺エリアのイベント情報です。タッチすることで詳細を確認できます。何？松島名物アナゴ丼。松島名物アナゴ丼キャンペーン期間2022年6月から9月、状況により開催期間などが変更となる場合や、食べようかな。松島さんをはじめ宮城県内産などのアナゴを参加各店が松島の全景を見てその後にアナゴ丼かな。そろそろ到着でございます。ここ登ったところだね。あ、そうそう、ここでは行きましょうか。確かあっちの奥からこう松島全体を眺めることができたはずなんですよね。ここかな、去年見たのは。紅葉がもっと進んだら綺麗なんじゃないでしょうかね。ここの展望台行ってみようかな。ちょっと大変そうだけど登ってみましょうか。白衣観音だね。ここが白衣観音ですね。お、こっから見るのが一番綺麗かな。気持ちいいですね。松尾芭蕉の奥の細道もここ紹介してるんですね。それじゃあ松島全体を眺めることができたのでアナゴ丼行ってみようかな。でも松島のあの前の通りってすごい混雑してますよね。駐車場に車止めて歩いていけばいいのかな。牛タンの串焼き美味しそうだったので買ってしまいました牛タンここで食べましょうか。
まそう熱い。じゃあいただきます。うん、うまい。せっかくだし行きましょうか。おお、すごいね。落ちそう。立派な建物ですよね。五大堂っていうんだね。ここからも松島全体が見えますね。そうそう、前あの赤い橋を渡ってずっとあの先の島を一周したんですよね。3年前ですよね。懐かしい。じゃあ穴子丼食べようかな。食べてって、はい、で入れてください。消毒液入れます。あと左手の階段から2階に上がってください。左手の階段から2階。穴子丼です。美味しそうだね。牡蠣の甘味噌焼きがサービスでついてきました。じゃあいただきましょうか。いや、食べたね。アナゴホクホクで美味しかったです。うな重みたいな感じだったかな。あ、ちょっと雨降ってきたかもね。今日はもう牛タンも食べたのでお風呂入りに行こうかな。で、車中泊でしょうかね。仙台を抜けて蔵王方面に向かいたいと思います。さあ、それでは行きましょうか。お、気がつけば仙台市に入ってますね。このまま仙台市を抜けて蔵王周辺で温泉に入り車中泊する予定でございます。で、今日アナゴ丼食べなかったら食べようと思っていた牛タン弁当があるんですが、買っちゃおうかな。ちょっとアナゴ丼食べたのにまた食べるのかっていう気もしますが、いや、ここすごい牛タン弁当安いらしくて、せっかく来たしね。完全に予算オーバーだけど買ってきましょうか。晩ご飯に買いましょう。牛タンスタンド工場直売所。じゃあちょっと買ってきましょうか。いや、買っちゃいましたよあったかいうちにどっかで食べようかな。それではさっき買ってきた牛タンスタンドの満腹牛タン塩味食べましょうか。スープもついてきましたね。じゃじゃん。おお、え、これ900円だったんですよ。めちゃくちゃ安くないですか。牛タンがしっかり2列入って、で雑穀米みたいなのも入って、ご飯 200g で肉 120g かな。で900円でしたね。スープ付き。ではいただきます。めっちゃいい匂いする。うん、うまい。しかも安い。
スープも出汁で出て美味しいですね。具は入ってませんが美味しいです。今回頼んだのがこれですよね。で、1.5 倍とか2倍盛りもあります。ちょっと割安になってるね。2倍盛り すごい量で、あと厚切りとかもあってめっちゃ美味しそうだね。いや、これはお買い得ですわ。また仙台来たらこれ食べようかな。さあ、ここ仙台までで819キロ、新千歳空港から仙台までで819キロ走りましたが、燃費はなんと 23.6、 燃料はまだ4分の1以上残っています。1000キロは間違いなく走れますよね。とはいえ明日給油が必要なので、もう今日中に入れてしまいましょう。給油してお風呂入りに行きましょうか。さあ、給油いたしましょう。ちなみに今回の燃費に関しては日本縦断終わった後に全て動画にしたいと思います。で、今日お風呂なんですが、白石かなの温泉、銭湯温泉に行きたいと思います。宮城県白石市に到着しました。で、この白石にあるゆっぽ、あそこに書いてるね、スーパー銭湯かな温泉かな、ゆっぽっていうところがあるんですが、そこに行きたいと思います。そこでお風呂入りましょう。ここですよね、ゆっぽ目的地。それではここに車を止めてお風呂入ってまいりましょうか。さあ、お風呂に入ってまいりました。で、今日車中泊するのはこの温泉の駐車場で車中泊いたします。実はこの温泉なんですけど、車旅会員は車中泊できるんですよね。あ、これこの車旅クラブっていうの有料なんですけど、僕今年の初めぐらいかな会員になっていて、これ持ってるとここの駐車場車中泊可能らしいです。で、夜中も施錠はしないらしいので、まあ、好きに出入りはしてくださいということで、しかも無料で車中泊できます。ただトイレは夜間使えないので、トイレがないっていうねもちろん水道もなくて、そういう問題はあるものの、場所は使えるので温泉入った後すぐ寝ることができます。今日はここで車中泊いたしましょう。で、ここからだと今白石なので、今宮城県の白石市ですね、ここにおります。で、蔵王はここ岡間ね。現在地からだと42キロと結構近いので、明日はこの岡間に向かって行こうかなと思っております。で、岡間を通過してそのまま日本海側に抜けて、明日は新潟あたりで車中泊でしょうかね。明日もあんまり急ぎたくはないので、新潟あたりまでゆっくり行きたいと思います。で、ここ結構街中なので買い物とかもできるんですよね。見ての通り、この温泉施設の目の前に東北でよく見かける薬王堂とスーパーかな、フレスコで、あっちにはコメリなんかもあって、あ、コインランドリーもあるね。非常に買い物もしやすい立地でございます。晩ご飯あそこで買ってもよかったですよね。それでは寝る準備整ったので、本日はもう寝たいと思います。明日多分移動距離は300キロ弱ぐらいになると思うので、明日そんなに急いでないんですよね。なので朝ゆっくり寝ようかなと思います。それでは本日の動画はここまでとなります。今日は
日本縦断車中泊旅、3日目ですかね。3日目終了でございます。また次回の動画をお楽しみに。